創業の年数、これですね、実はすっごく大事なんですよ。住宅選びは営業で全て決まります。はい、皆さんこんにちは、店長磯野です。今日のテーマはハウスメーカーと工務店の選び方3選について詳しく解説していきたいと思います。最後まで聞いていただきますと、このハウスメーカーと工務店の選び方のポイントが見えてきますので、選びやすくなってまいりますので、最後までぜひご覧ください。というわけで、この店長磯野のウェブ家作りコンサルティングは毎週水曜日と土曜日の19時に配信しています。毎月第2土曜日については19時から YouTube ライブでですね、皆さんに生でチャットですね、やり取りしたりとか、事前にいただいた質問にお答えさせていただきながらコミュニケーションを取っておりますので、ぜひそちらの方もチェックいただければと思います。で、ぜひ内容の方が良かったなと思っていただきましたら、高評価のいいねとチャンネル登録もお願いします。というわけで、今日のテーマ、このハウスメーカーと工務店の選び方3選というところなんですけども、前回ですね、詳しくこのハウスメーカーと工務店の違いについてお話しさせていただいたんですけども、前回の動画ご覧になりましたか？もしまだの方は先にですね、前回の動画見ていただいてからの方がいいかもしれないです。まずここ今ちょっと止めてですね、前回の動画からぜひご覧ください。ですね、前回の動画ご覧になった方、こちらですね、やはりお話しさせていただいたのは、選ぶのが難しいのは中堅ハウスメーカーとこだわり工務店についてのこの比較の仕方が非常に難しくなっているというところなんですけども、ここについて今日は深掘りして解説していきたいと思います。で、このですね、両方とも中堅ハウスメーカーも、このこだわり工務店もですね、こんなこだわりでさらに分かれるというのがあるんですよ。さらに分かれていきます。というのが、デザイン性を重視する会社さんと、性能を重視する会社さんということで、さらにここが分かれていきます。中堅ハウスメーカーさんの中でも、性能とかよりもやはりデザイン性を重視していくっていう会社さんも多くありますし、逆に最近はこの性能を重視するという会社さんが増えてきています。で、それに対してこだわり工務店さんの方もやはりデザイン性と性能面でこのどちらかを重視するという会社さんが多くなっています。もちろん両方重視するっていうですね、それぞれ中堅ハウスメーカーやこだわり工務店もありますけども、結構これ結局高くなっちゃうので、大手ハウスメーカーと変わらないというところになってしまうと、なかなか選びづらいので、今回この中堅ハウスメーカー、こだわり工務店 の性能またはデザインをどちらか重視しているというところからお話していきたいと思います。皆さんにとってどうですかね。デザイン性能も当然重視したいですし、性能も重視したいという方もいらっしゃると思いますけども、本当にですね、この両方を完全に抑えたいということであれば、それこそ大手さんになったりとか、もっと言えばこのハウスメーカーとか工務店とは違うジャンルで建築事務所っていうのもあったりします。なので、そういったところも含めてまた考えていただければと思いますが、今日はこの中堅ハウスメーカーと工務店の選び方というところで3選、私からですね3選でお伝えしていきたいと思います。で、まずこの選び方のまず1つ目は創業の年数、これですね、実はすっごく大事なんですよ。すごく大事です。やはり中堅ハウスメーカーとか工務店さんっていうのは、まだですね、浅い会社さんっていうのが結構多くあります。創業からまだそんなに年数が経ってないという会社さん。例えば今、何がポイントになるかというと、保証年数です。住宅の皆さんにとって大事なのは、住んだ後の保証年数になってきますが、まず、国でですね、義務付けされているのは10年間です。10年間のきちんと建てた会社はお客様のお家を保証してくださいねとなりますが、まずこの10年よりも短い会社さんは実績がないということになるので、ちょっとですね、慎重に選ばざるを得ないですし、最近はこの10年ではなくて20年とか30年、場合によっては60年保証なんていう会社さんもありますけども、その保証年数よりも短い会社さんというのも実績がないという点では、なかなかですね、20年保証うちはつけますよって言いつつも、なぜかまだ10年、11年の会社さんなんていうのもあります。なので、この創業からの年数、創業の年数もぜひチェックしていただきたいのと、これも覚えておいていただきたいポイントが、住宅ではなくても会社全体、日本の会社全体の平均寿命、会社の平均寿命で考えていくと、10年間、
創業から10年間耐えて残る会社さんっていうのはなんと 6% しかないです。100社創業したら6社しか残らないというのが実際データであります。さらに30年残る会社は 0.02% って言われてます。 0.02%。 創業してから30年持つ会社は1万社創業したら2社しか残らないというようなデータもあります。これはちょっとまあ諸説ありなんですけども、ただそれぐらい30年残る会社っていうのはかなり難しいというのがありますので、30年保証うちはちゃんと取っておきたい、うちは住宅ローン35年だが35年はちゃんと保証してもらいたいという方にとっては、やはり30年未満の創業年数の会社はちょっと不安に思われるんじゃないかなというふうに感じます。それから選び方の2つ目はこだわりの実績です。こだわりの実績を必ずチェックしましょう。これ口でですね、また会社の考え方でモデルハウスとしてこういうこだわりがありますよっていうことだけ言っているところでは、なかなかですね、それが本当に実現できるのっていう不安になりませんかね。なのでこだわりの実績をちゃんと確認するようにしましょう。例えば省エネ性能であれば、ちゃんとその省エネ性能の高いものを作ってきているのかどうか、そしてそのデータをきちんと根拠として見てもらう必要があると思うので、それらを出せる会社かどうかっていうのもポイントになります。例えば国がやっている制度であれば、環境競争イニシアチブ SII というですね、ホームページがあります。環境競争イニシアチブ、こちらのホームページの中を調べていただくと、その会社さんがですね、例えばゼッチ住宅をどれぐらいの割合で去年建てたか一昨年建てたかっていうのがパーセンテージではっきりと見ることができますが、やっぱりその数字が全然低いとなってくると、言ってることはすごくいいこと言ってるけども実績がないなっていうことになると、やはり建築としてのレベルがこと足りないということもあり得ます。さらにはデザインの部分ですごくおしゃれなパースというよりパソコン上でできる図面がたくさんありますけども、それらはおしゃれなのたくさんあるけども、実際現場はあまりまだないってなってくると、本当にそのデザインできるのということにもなってきますので、実際の実物のお家を見たりとかですね、さらに先ほどの SII 環境競争イニシアチブのホームページでチェックする、こういったところの実績を必ず確認するようにしていただきたいなと思います。そして選び方の3つ目なんですけども、これはまあ全てにおいて言えることですけども、実はですね、住宅選びは営業で全て決まります。会社選びよりも営業選びの方が大事です。営業選びの方が大事です。なのでこの営業という点で見ていくと、実はこの中堅ハウスメーカーさんと工務店さんだとですね、この会社としての営業に対する教育の度合いっていうのがちょっと差が出てくるケースがあります。やはり工務店さんっていうのは本当に少数精でらってらっしゃって、まあ場合によってはその社長さんが全部やってるっていう会社もありますし、社長さんと営業が一人二人でやってるというケースの中でいくと、なかなか接客レベルとかいろんなお客様に対するサービスの度合いが低かったりっていうケースもよく耳に聞きますし、さらに言えば補助金とか含めたそういった申請の情報、実績を持っていないということもありますので、そういった点でいくと営業としてのレベルははっきり言って中堅ハウスメーカーの方がかなり高いんじゃないかなと思います。さらに言えばこの中堅ハウスメーカーの中でも営業マンのレベルっていうのはかなりまちまちだと思うので、これはですね、皆さんが実際出会った営業マンと相性が合うかどうか、そこでいいと思います。本当に自分のために一生懸命やってくれる営業かどうか、さらにちゃんと連絡をくれるか、約束通りで進めてくれているか、そういったところで営業マンで選ぶっていうのも非常に大事なポイントになってきますので、この3選ですね、選び方3選をぜひ覚えておいていただければと思います。というわけで最後にですね、まとめに行きたいんですが、その前にここまで聞いていただいて内容の方が良かったな、ためになったな、理解できたなという方は高評価のいいねとチャンネル登録もお願いいたします。ちょっとこの辺が分かりづらかったな、ここもう少し詳しく聞きたいというところがありましたら、コメント欄の方にいただきますと必ず私チェックしてですね、喜んでご返信をさせていただいてますので、コメント欄の方にも入れていただければと思います。
で、まとめの3つはですね、今回はこのまとめ、選び方3選、そのままお伝えさせていただくと、1つ目は創業年数が大事ですよ。創業年数があまり短いと、保証制度と合わせてちょっと不安が残りますよという点です。そして2つ目は、こだわりの実績を必ず確認しましょう。こだわりの実績がある会社なのかどうか、その根拠は何なのか、そこまできちんと実績を確認するようにしてください。そしてまとめの3つ目は、営業マンで全て家づくりは決まります。営業マンとの相性をチェックしていただいて、相性が合うかどうかをきちんと確認した上で、家づくりが選択できる会社か、選んでいい会社かどうかっていうのを、ぜひ皆さんの目で確かめていただければと思います。というわけで今日はこのハウスメーカーと工務店の選び方3選について詳しく解説させていただきました。今日は以上となります。また次回も楽しみにお待ちください。ではまた。